輝いたのはチーム T ブレイクとなりました。チャンピオンに輝いたのは紅葉の光沢たち。頂点の座を勝ち取ったのはルビナス。おめでとう。優勝はバイオレルワールドヘルプサイコングル。今年の王者に輝いたのはヨピニスコングル。僕は頂上しか見てないです。強い奴らと戦えるのが、まあ、今年の一番の楽しみだったので、まあ、余裕なんでかかってきてください。待ってます。今まで2連覇してきてるんで、まあ、もちろんこのまま3連覇して一つ頭抜けてるなってところを見せれたらなと思います。今年は絶対に勝つという気持ちで戻ってきました。自分のチームが一番強いと思ってるので、絶対に負けない圧倒的な力を見せつけてやりたいと思ってます。去年一昨年勝ってる大会なんで、まあ、今年も勝つだけかなって思ってます。このチームって結構僕が引っ張ってるんで、まあ、僕のプレーを中心に見てほしいですね。まあ、今年は、まあ、史上最強と言っても過言ではない、もう最強チームで来たんで、もう優勝しかないです。いや、もう観客沸かせるプレーはしたいですね。配信卓で一番楽しいんで、それがもう前提なんで、勝つのはグランドスラムは僕たちの強さを見せつけるような大会であり、やっぱ周りとのチームの格の違いを見せつけるような大会だと思っていますので、今年は優勝をいただきたいと思っております。2回も準優勝だったんで、まあ、絶対今回勝って金のオーダーメイドコスもらおうかなって感じです。驚くような編成でボコボコにしてやろうかなって思ってます。勇者使いなんで、僕 HS がガチャなんですよね。ランダムでどれが来るか分かんないんですけど、勝利というガチャを引いていきたいと思います。僕ら以外の6人はグランドスラム1回優勝した経験を持っている人たちで、僕たちだけ言うたらチャレンジャーみたいな、漫画とかアニメとかドラマってチャレンジャーが主人公でチャレンジャーが勝つ、2023年はまさにこれが僕たちなんじゃないかなと